はいどうもこんにちは山本隆成と申します。このチャンネルは有名人を占う動画になります。今回は AAA の宇野美沙子さんを占っていきたいと思います。えー、この動画の目次はこちら。はい、宇野美沙子さんの、えー、性格、そして、えー、今までと今後についてを占っていきたいなと思います。 ということで、まあ、始めていこうかなと思うんですけど、あの宇野さんをね、なんで占おうかと思ったかっていうと、あの知り合いの方が、あのー、トリプル A が好きっていうふうに聞きましてですね、ちょっと近年はなってたんですよ。で、あのー、最近、ウィキペディア見ると、ウィキペディアとかね、いろいろ調べてみると、あの2020年にドームツアーをやるとで、ドームツアーってすごいじゃないですか。で、あそんなに人気があるグループだったんだなって。 私あのテレビ見ないんであんま詳しくないんですけどあのー、すごいなとであのー、だからきっとすごい方なんだろうなというふうにちょっと興味が前々からちょっとあってですねえー、占ってみようかなと思いましたはいということでじゃあ始めていこうかなと思うんですけれどもえっ、ー、とその前にですねえっ、ー、と毎回これちょっと言わないとあのこの画面一体何ってなるんであのちょ,っとちょっと説明させてもらいたいんですけど あのー、私が、ね、作ったオリジナルの鑑定プログラムを使って、えー、宇野さんを、ね、うる占っていきますで。この今画面に表示されているものですね。でまあ、他の占いと違って、まあ、プログラムで計算してやるので、まあ、細かく情報が出ます。でこの動画をご覧今ご覧の、ね、あなたも同じように、この動画でやっているように使うことができます。えー、動画の,、ね、あの,この概要欄にリンクがこうありますので、こちらクリックしてもらえればあの使えます。で、えーえー、とででえとすね、で えー、そうですね自分のね性格がわかっ性格とかあとあの向いてる仕事とかですねあと人生の流れとかどんな才能を持ってるかとかあとあの結婚にしちゃダメな時期とかねあの結構いろいろ人生の危険な時期とかが分かったりで,すできるのであのかなり安い値段でやってますんでね是非是非使ってみてください、はい、ということで、えー、じゃあ始めていきたいなと思いますああとですね えー、言っていくことがあるんですけども、えー、この動画で、まあ、お話ししている内容はあくまでも、まあ、占った結果であってですね、まあ、実際の性格とかそういうの一切関係ありませんのであくまでも占った結果をちょっと喋ってるだけです。はい、では行きましょう。 はい、ということで、まあ、これは宇野さんを表す要素で、えーと、皆さんが使うプログラム上にはこれ表示されません。えー、とあくまでもあの、この動画の撮影用に、えー、表示させてるだけなんですけども、えー、とここにね、性格とか、まあ、適色とか、恋愛結婚とか、まあ、家庭環境とか、えー、人生の流れとかいろいろあるんですけど、まあ、最初にパッと見た瞬間ですね、あのー、そうですね、やっぱさすがだなというか、人気のある、特にこのアイドルグループなんかには多いのが、このこれなんですよね。この この公演っていうやつこれがねあの持ってる人がも,うものすごい高い確率で、まあ、ハロープロの,このメンバーをよく占うんですけどこ,これ持ってる率がねあまりにも高いんですよねあと商戦も多いですねあのステージに立つ人なんか、まあ、あの脚光を浴びる人なんかには、まあ、これはこの2つは、まあ、かなりよく見る要素ですねはいこれもそうですね、はい、あちょっと表示されましたけどえで、えー、じゃあちょっとまあ正確、まあ、ですねじゃそれをちょっと表示させますまとめてますんではい 斜立木と呼ばれる、まあ、要は斜立っていうのはザクロですねザクロの木と言われるもので、まあ、見た目はですね柔らかい柔和、まあ、な雰囲気を持ってるんですけども実は個性が強い方 といいう,ふうにな,なタイプが、まあ、多いで仕事熱心であるそして自分にも他人にも厳しい逆境に陥っても弱音を吐くことなく、えー、地道な努力を積み重ねられる真面目な人というふうな,なんかまあ車立目のタイプと言われてますで、まあ、全体的に見て私が占ってみて思ったのは、まあ、目立ったのはやっぱ運動神経抜群なんだろうなというかその体を動かしたりすることが得意で、まあ、スポーツ系のタイプの人に、まあ、結構、まあ、見られたりするというかまあ あとまあ情熱の人ですねで。正義感が強くて曲がったことを嫌う上と衝突しやすい、えー、極端な性格に,になりがちで、まあ、結構離婚しやすい人なんかには、まあ、観察混雑って言うんですけど、まあ、そういうの多いかなと,、えー、とでもですね要はあの困難なことを成し遂げちゃう人にもまあ多いわけですよなんていうか仕事に結構没頭しすぎたりとかねだから家庭をないがしろにしたりとかする人にもかで離婚しやすいみたいなのがまあよく言われることなんですよ まあ、あくまでも占った経過ね。で、えー、っと、だからもう、要は困難のこともぼっとしちゃうんで、もう成し遂げちゃうぐらい、すごい成功者にもよく見られる要素ですね。で、休みの日も、まあ、動いてて落ち着かない、えー、思いやりがあり、えー、後輩へなどへの面倒見がよい、これ、多分結構よくある、あの、当たってるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょう、実際は。はい。かなり面倒見のいい人というか、あのー、なんだろう、優しい人だなって見てて思いましたね。この、パッと、この、 全体的に見ててて思ったのはあのすごい優しいというか、あのー、その気遣いがすごいできるというか「大丈夫?」みたいに困ってる人がいたら声がけするような優しい方なのかなっていうふうに見てて思いましたね。であと若い頃 苦労すると中年以降栄え、まあ楽すると中年以降ダメになるというふうに言われるタイプのまあ要素が持ってたりしますね。で、異性にモテる、人気者、アイドルに近い、さっき言った、あの、要はアイドルが持ってる要素も持ってるということですね。で、文武両道に優れる、カリスマ性、リーダーシップ。で、えー、社会的地位や名誉の確立といった要素がありますね。で、深くあんまり考えずに、もうまずはもう、とりあえずやってみる、行動する、えいって感じの、あのー、 タイプかなとで似たタイプであのモーニング娘。の生田絵里奈さんなんかが、まあ、結構近いかなという感じですねはいまああのー、全部合ってるってわけじゃないですよ、まうんまあ、部分的に見て、まあ、ちょっとそこ近い要素があるかなとは思いますねはいということであとそうだなえー、じゃあ、えー、今後今までとそして今後についてちょっとでは見ていきましょうかあその前にちょっと全体の流れを見ましょうかね こんな感じで要は晩年に行くに従ってどん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 上がっていくっていうなかなかいいいいですよねこれねただしえっ、ー、とちょっと弱い時期があるんです30歳から30 33歳から323歳ぐらいかなこっから10年間はね弱いんですよそれ以外はまあいい感じでこう進んでいくかなという感じですねはい。 うん、でこれまあ1年ごとに今見たものなんですけども、まあ、この辺でちょっとまとめてます、はい、さっき見てたやつですね、はいえー、今までそして今後についてなんですけどあのデビューした時期は良かったんですよで、えー、2008年2009年はあのー、なんかいろんなこと,がことが要素が重なってて,てで何かあったんじゃないかなって2008年2009年どうなんでしょう実際。 で特に2009年はきつかったんじゃないかなって見てて思ったんですけど実際どうでしょうで2009年から精神的に、あのー、しんどい10年が始まってるんですよね2009年から2010年までの間で多分ね本当に結構すごい頑張ったんじゃないかなとで2013年から2016年は仕事も良くて出会いもあって絶好調なんだけども焦りとか不安があったんじゃないかなと。 一生懸命な日々だったんじゃないかなとあと怪我や体調不良もあったと思いますなぜかというと怪我しやすい時期なんですよこの10年なんでこの2009年から10年間ですね怪我しやすくて体調不良とかもあったと思うんですけども果たして合ってますでしょうかで2018年あたりであのやっとなんかこうあこれまでやってきたものがちょっとなんかちょっと結果が出てきてああみたいなとりあえずとりあえずはまあ 一ちょっと一落ち着いて、で、2019年は非常によい,い年でした。もうスタートダッシュ成功、まあ、新しいステージに入ります。で、人生は2029年から、まあ、もうん、ぶんってよくなっていくんですけど、ここからだいぶね、楽になると思います。今までしんどかったと思います。でも、ここから楽になっていく。もう見方が変わ,変わるというか、考え方が変わっていくんじゃないかなと。で、今はまだまだ学びの時期が、2020、今、占ってるのが2020年なんですけど、 えー、このの動画を撮影しているのが、ね、でその2020年はまだまだ学びの,学びの時期で何か,き何か気づきがあるとは思いますね。と、はい、いうふうに、まあ、占ってて思いましたでさらにですねまあ一人によりも、まあ、組織にいた方が宇野、えー、さんの場合生きるんじゃないかなと一人だとねちょっと、まあ、弱いというか、まあ、厳しいように思いますね。あのー、メンバーが身近な人に誰かそういう運,が運気が強い。 持ってるパワーが強い人がいたらですねそういう人引っ張られる引っ張られるんであの、えー、誰か強い人がいたらいいんじゃないかなというふうにまあ占っててまあ思いましたね。はいということで、まあ、このような感じでですね分かとこ2020年ねあんまりこう動かない方がいいかなとここ、ね、炎マークついてますけど、はい、そうあと2021年もねこの時期あんまり良くないんですよねうん。 はい。ということで、まあえー、このような感じで皆さんも占っていろんなことが分かったりできるので、よかったらですね、この概要欄のこのリンクがありますんで、こちらからまあ、鑑定プログラム使ってみてください。他にもいろんな方を今後たくさん占っていきますので、あの、チャンネル登録よろしくお願いします。えー、以上、AAA の宇野美咲子さんを占ってみました。ご視聴ありがとうございました。